帰りなさい、ありがとう。マジで今帰ってきたところ。ご褒美スムージー。そう、あ、 TikTok ありがとうございます。なんかあんまり上手に撮れなかったからあんま見てほしくないけど、ありがとう。自己肯定感ひくおさんが出てきた。タメさんギフトありがとう。あ、すごい、アイスギフトなんてあんの。食べます、ありがとう。しけんさんありがとう。今日はメールにいつもありがとう。え、そう、なんか朝さ、7午後にさ、ちょいネガティブ投稿してさ、完全にさ、あ、ちょっと良くなかったなと思って削除したはずなのに、なんか今日夜にも残ってて、あれ削除したはずなのになと思って、削除してメールにしたはずなのに、どっちも削除できてなかった。受ける。こんばんは。おかえり、ありがとう。こんばんは。なんか、昨日の夜ショールームの後ちょっとね、一悶着あってめっちゃ病んで2時間ぐらい寝れなかったから謎の夜更かししちゃった昨日。もう最悪、こんな寝れない日に限って夜更かしするなよ。でももう元気、みんな安心して、もう元気。こんばんは。終わっちゃった、飲み終わっちゃった。セブンのスムージー、なんか東京と千葉のなんか限定店舗にしかないらしいね、このスムージー。うまい。こんばんは。疲れポンチだな今日。今日はこのショールームが終わっ、あ、ショールーム今日はねちょっと短めで終わらさせていただこうかなと思うんですけど、お風呂に入っ、終わったらお風呂に入ってすやりすやりします。やっちさんギフトありがとう。すごい、みんなアイスのギフトいっぱい送ってくれてるのね、ありがとう。何、新しいギフトですかね、初めて見るギフト。いや、いよいよ明日ですよ。本当になんか本当にちょっと明日多分本当に緊張してると思う。お手柔らかに。ライブパートって上下どっちがおすすめってによって違うのかしら。こんばんは。どっちだろう。の日によって確かにちょっとあるかもね。全部はまだ分かってないけど、前半の4日間ぐらいしかちゃんとは把握してないけど、でもさ、どっちも行くな。まあ明日はどっちも行くな。日によってでもまあちょっと多いとかあるけど、どうだろうね。こんばんは。明日は舞台何時からですか。明日は18時公演だったかな。こんばんは。明日は亀子さんになるぞ。あ、可愛く撮ってもらえるように頑張んなきゃ私も。こんばんは。でも舞台中は多分さ、右側の横顔めっちゃみんなに見せると思う。芝居中はずっと左に向かって喋ってるんだよね。ずっとみんなにこっち向きを見せる気がする。どっちの顔の方がいいんだっけな、忘れちゃった。なんかママに前言われたことあるけど、どっちの顔がいいのか忘れちゃった。いい方の顔だったらいいな。こんばんは。ジョンマイラブの初日よりも緊張する。いや、ジョンマイラブの初日の方が緊張した。それよりは大丈夫。私は右が好き。あ、じゃあみんなに右見せれるからラッキーだね。ずっとみんなに こっち側見せると思う。芝居中マジでね、ずっとこっち見るんだよね。まあたまにこっち向くけど、基本的には。え、待って、本当にずっと左向いてんだ。今いろんな役を思い返したけど、マジでずっと左向いてる。あ、ママも右側おすすめって言ってるわ。
じゃあみんなにもう右を見せつける舞台になるわ今回。さにこんばんは、こんばんは。でもなんか最近お顔太ってるんだよね、どうしたらいいのこれ。なんで、なんかご飯あんまりこう大量に食べないようにしてるし、バカ動いてるから痩せるはずなのに顔だけ太っていくんだけど、なぜなぜなの。今日はマッサージしてねーよ。ママにもらったビガンローラーを使って、いつもらったんだっけ、誕生日だったかな、なんかのお祝いとかだった気がする、記念みたいな。トゥー顔、あー今日は頑張ったな。こんばんは。かわいい、ありがとう。今回の舞台なんかやったことない役、やったことない役柄多いから、みんななんか新鮮だと思う。魔球師を、まあ魔球師は男の子だし。お疲れギター、ありがとう。男子役、まあその2回目主人公の幼少期の男の子、小学校5年生ぐらいの男の子役をやったことあるんですけど、もっとちっちゃいか、あれ小3、10歳ぐらいの小学生やったことあるけど、ちゃんとした男の子役は初めてだし。つなちゃんアイスのギターありがとう。だし、あと発表されてる役ってなんだっけな、七夕アンドロイド彼氏はどんな役かはまだ発表されてないもんね。出ることは発表されてるけど、でも新鮮な役結構多いかもな。こんばんは。結構私の素っぽい役も一個ある。あともう一つ、なんかアンドロイド彼氏はなんか割と私っぽいかも、高橋さやかちゃんっぽい。アンドロイド彼氏っていう作品の私の役は、あと七夕っていう作品の役はもうむずい、マジでむずい、全然私じゃないからすごく難しかった。なんかずっとつかめない、未だになんか本当にこれが横内先生の、横内さんの、あの求めている正解なのか、ずっと試行錯誤やってます。こんばんは。でもどの役が一番好きかな。でもそれさ、ちゃんとさ役作りというか、そんな大層なもんじゃないですけど、魔球師の格好をしてるときはちゃんとね男っぽい歩き方してんの、裏でも座り方とか、魔球師の格好の時は立ち振る舞いをね男の子みたいにしてるんだ。役作り真面目だね、そういうところが多分。しけんさんこんばんは。そういうとこが言われるんだろうな、真面目って。なんか最近自分でも分かってきた、本当は真面目じゃないのに真面目と言われちゃうポイント、自分でも読めるようになってきた。こんばんは。こんばんは。そう、裏でも役になってる、投影してる。え、そう。でもさ、人の役だとね、他人の役だとさ、は許可たむ七夕って同じ作品に出てるんですけど、それの許可たむが本当に可愛くって一番好きかもね、いや他の人の役だとね。
ひけんさんこんばんは。あとはちょっと前ショールームに出てきた、こあの稽古場配信で出てきたカレンちゃん演じる流星くん、あれもお気に入りキャラクター。流星くんやりたかったね、ちょっとやりたかったね、いい役だよあれは。人の役だとね、やっぱ他の人の役ってさ、ちょっと好きになったりするよね。あーあれやりたいなーみたいなね。そう、あと誰の役が好きかな。あ、でもさ全然関係ないんだけどさ、昨日の配信でさ、おだえりがさ、なんかサイリの声が大きいって言ってたっていうのをみんなからこう聞いたじゃないですか。今日さ、それをね、おだえりに言ったの。昨日おだえりちゃんのファンの人が、おだえりがサイリの声が大きかったって言ってたって、なんかそう、チクられてましたよって、私に全部届きましたよって言ったらマジでラッパって言われたサイリンの声マジでラッパって言われた。おもろい、だいりちゃん言葉選びが全部面白い、大好き、本当に大好き。そう、若干ディスってるやろラッパはそんなとこも大好きです。ね、小田さん面白いんですよ本当に。え、マジ仲深まってる。それな、楽しい現場でございます、非常にね、いいことだ。その帽子だとむしろラッパ、ヨウヨウ長野生まれヒップホップと育ち。マサトさん愛すぎ人、ありがとうございます。最近メンバーから小田って言われてて舐められてるって思ってるらしい。さやは小田えりかえりちゃんだな。確かに、でも小田って言ってるイメージ、ハマちゃんとかが小田ってずっと呼んでる気がする。セリちゃんとか、でも別に舐めてるから小田って呼んでるわけじゃない気がするけどね。みんな仲良しだから言ってる気がするけどおもろいな。明日から舞台楽しみにしてね、やったー待ってます。隣、そう、楽屋もお隣さん、なんかゆうなちゃんセリちゃんなんですよ、私の楽屋の席が。なんか大部屋なんですけど、なんかこうちょっと大部屋の中でもちょっとこう3人席みたいになってるところで、そう2人が隣にいて、ずっとさ2人と喋ってる、3人で喋ってたりとか、それぞれと喋ってたりとか、あとなんか七瀬ちゃんが来てくれて喋ったりとか、むっちゃ楽しい。でさ、ハマちゃんとさ、楽屋がさ、めちゃあのなんか同じ部屋なんだけど対局にいるのね。そうでさ、前のさ2番目でもいいの時は隣だったのよ、そうハマちゃんが。でさ、ずっとそのメイク道具1個貸してたんだよ、ずっと隣の席だったから。だけどこの前ね、さやりんって急になんか話に来て、何かなって思ったら、同じの買いましたって店に来てた、可愛かったおもろない、わざわざもうさやりに借りなくても大丈夫っていうのを店に来たの、めっちゃ可愛くない。いいところですね、ハマちゃんの本当に愛嬌が最強です。そうね、さ、めっちゃ遠いのにさ話しかけてくるんだよねでけんだよ声が、ハマちゃんもね、さやりんって言ってむっちゃ遠いのにね、席から話しかけてくるの、そう、とっても面白いです。ああ楽しい現場ですよ本当。レギュラーメンバーはね、みんな同じ楽屋なんですよね。こんばんは、
こんばんは。こんばんは。まあそんなこんなでちょっと短いですけれども、そろそろ終わりにさせていただこうかしら。明日は初日ですから、明日に備えて何時に起きようかな。明日ゲネプロのために声を開けたいから、喉を開けたいから、ちょっと早めに起きようかな。明日楽しみにしてね。楽しみにして頑張る。早く寝たいしね。そうですね、ありがとう。明日ある。そうレミちゃん緊張しない。どうだろう、なんか今日喋ってた感じあんまりしてないように見えたけど、でもしてるんだろうねきっとね。口では言ってたよ、緊張しますねって口では言ってたけど、なんかあんましてるように見えなかった。なんか結構普通にスンって普通に立ってて、あ強い、私の方が緊張するのにってなってる。うん、そう、仕事終わりで最寄りの新幹線駅前に、全泊して、あさって昼入る。お待ってます。明日行きます。明日頑張れ。お見送り楽しみにしてるよ。明日お見送りさえはないぞ。頑張りマッチョ。じゃあランキング見ます。13位ともちさんありがとうございます。12位ピアノマンさんありがとうございます。11位やすさんありがとうございます。12位山ヒールさんありがとうございます。9位かぼちゃ先生ありがとうございます。8位ラピスさんありがとうございます。7位とてもキンキンさんありがとうございます。6位マンダリンさんありがとうございます。5位ケロンさんありがとうございます。今外さんありがとうございます。3位ツナちゃんありがとうございます。2位ヤチさんありがとうございます。1位はタメさんありがとうございます。イエイ。ということでみんなも早く寝てね。さえも頑張って早く寝ます。ではおやすみ、バイバイ。